孫ミンがマンチェスターシティ戦で決勝ゴールを決め、欧州サッカー連盟選定チャンピオンズリーグ今週のチームベスト11に選ばれた。UEFA は12日チャンピオンズリーグ8強第1戦の今週のチーム11人を選定した。孫ミンをはじめ、ウーゴロリス、ヤンフェルトンゲン、フィルジル・ファンダイク、 トレント・アレクサンダー・イコール・アーノルド、ナビケータ、ロベルト・フィルミーノ、ジェラール・ピケ、ジョルディ・アルバ、クリスティアーノ・ロナウド、ダビド・ネレスがベスト11に入った。